続いては N ラジセレクト、今夜は北海道からです。インドネシアの人々とのスポーツを通じた交流の話題です。インドネシアで盛んなスポーツというと何を想像しますか？そうですね、もうあの明日ワールドカップのアジア最終予選で日本とインドネシア代表が対戦するのがサッカーなんですけども、はい、やっぱサッカーじゃないですか？実はですね、バドミントンがとても盛んなんだそうです。で、北海道の帯広市内にはインドネシア人のバドミントンチームが誕生しました。地元の人たちと一緒に練習するなどして交流を深めてきましたけれども、今月は初めて本格的な大会にも参加するということです。取材した帯広放送局の青木みどり記者に聞きます。青木さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。青木さん、北海道に誕生したインドネシア人のバドミントンチーム、どんなチームなんでしょうか？はい、今年5月に北海道の帯広市に誕生したチームで、およそ40人のメンバー全員がインドネシアの人たちです。チームの名前はオビネシアと言います。オビネシアの帯は帯広の帯、これにインドネシアのネシアを組み合わせてできたチーム名です。週に1回帯広市内の小学校の体育館に集まって練習に励んでいます。その様子を取材して皆さんのお話を聞いてきました。バドミントンは楽しいです。毎週はあのこの時間がちょっと待っていますね。そうそうそう、わあ、月曜日が楽しみかなと。40人というとかなり大規模なチームですけれども、参加しているのはどんな方なんでしょう？はい、メンバーは全員帯広市の介護施設や病院のスタッフとして働く、特定技能外国人の人たちです。今回その一人で26歳のオギット・サルフィさんを取材させていただきました。今年1月に来日したオギットさんは、普段介護施設で高齢者の食事や入浴の補助などの仕事をしています。はい、取材のために私が職場の介護施設を訪れた時には、オギットさんは90代の女性の世話をしていました。車椅子を押しながら体調のことや天気のことなど、さまざまな話題を日本語で交わしていて、利用者の女性も自分の息子のように可愛いと目を細めていました。オギットさんのお話です。話すときとかレクレーションとか一緒に笑うみんな嬉しかったも、私も嬉しかった。今年1月に日本に来たばかりということなんですが、もう随分日本語で仕事をしているんですね。はい、そうなんです。オギットさんは故郷のインドネシアスマトラ島にいる家族の生活を支えるために日本に来ました。今の特定技能の資格で日本に滞在できるのは最長で5年なんですが、はい、その間に日本で介護福祉士の資格を取って、さらにキャリアを重ねたいと考えています。このバドミントンのチームを結成するきっかけというのは何だったんでしょう？オギットさんは他のインドネシアの人たちと一緒に共同生活をしていて、大勢の仲間たちがいるんですが、それでも縁もゆかりもない日本での生活に少しでも息抜きの時間を持ちたいと考えていました。そこへ介護施設を運営している会社が提案したのが、インドネシアの人にとって馴染み深いバドミントンのチームを結成することだったんです。バドミントン、インドネシアではとても盛んということですね。はい、そうなんです。実はインドネシアでバドミントンは国技と言われるほど人気のスポーツでして、男女問わず幼い頃から親しんでいるということです。実際3年前の東京オリンピックでも、また今年のパリオリンピックでも、インドネシアはバドミントンの種目でメダルを獲得しました。つまり世界的な強豪国でもあるんです。そうだったんですね。で、メンバーが40人もいるとなると、まあ、仲間内だけでも本格的な試合ができるのかなとも思いますけれど、地元のプレーヤーとも交流をしているんですね。はい、そうです。今チームは今月24日に開かれる北海道十勝地方の社会人向けバドミントン大会に
外国人チームとして初めて参加することになって、うん、今仕上げの練習に取り組んでいます、うん、インドネシアはこのバドミントンが国技と呼ばれるぐらい、まあ、盛んだということですから、まあ、そのメンツもかけてかなり本気の真剣なプレーになりそうですね。その通りです。バドミントン大国から参加するからには上位入賞を狙っています。オギットさんも10代前半の頃からバドミントンをやっていたということで、私たちの取材中も得意のスマッシュを次々に決めていました。で、オギットさんたちを指導するのはどなたなんですか？はい、チームを指導しているのは一緒に働く介護施設の職員の深松敏子さんです。地元の社会人チームで30年以上バドミントンを続けてきた方です。同じ介護施設の職員に選手歴の長い方がいらっしゃるということで、ただこれインドネシア人の皆さんと日本のバドミントン何か違いはあるんですか？はい、ベテランの深松さんの目から見ると日本人とインドネシア人のバドミントンには少しだけ違いがあるそうなんです。少しだけ違うとどんな違いがあるんでしょう？インドネシアの人たちはとにかくスマッシュをたくさん打つそうです。ただ深松さんとしては打った後に自分の体勢を整えるために有効なショット、クリアと呼ばれる技がうまく使えるようになればオギットさんももっと強くなると考えているそうです。体勢を整えるためのクリアって何でしょう？はい、相手側のコートの後ろの方に向かって高くシャトルを打ち上げるハイクリアと呼ばれる打ち方です。得点を狙うためのスマッシュとは違って、相手の攻撃が続いた時などに時間を稼いで体勢を立て直したりするわけです。ただですね、オギットさんはシャトルが自分の前に飛んでくるとどうしてもスマッシュを打とうとしてしまってラリーが続かず、思うようにハイクリアが打てない場面が多くありました。実際自分でもディフェンスが苦手なことは認識していると話していました。一方指導者の深松さんですが、攻撃と守備の程よいバランスが成り立ってこそのバドミントンだと考えているそうで、プレーの一つ一つを身振りも交えながら丁寧に伝えていました。そして大会まであと2ヶ月余りと迫った時、チームの元に嬉しいプレゼントが届いたんです。オギットさんたちも大喜びでした。待ちに待ったユニフォームができました。テクニック、あ、もう準備します、頑張ります。頑張りますという言葉でしたけれど、どんなユニフォームなんですか？はい、えんじ色のユニフォームの胸にチーム名のオビネシアがアルファベットで書かれていて、さらに日本とインドネシアの両国の国旗が描かれています。早速ユニフォームを身にまとったメンバーたちは本当に嬉しそうで、チームの気合も高まっているようでした。地元の選手たちとの今後の対戦楽しみですけれども、まあ、こうした活動を通じて地域の皆さんとの交流さらに深まるといいですね。はい、私は今回の取材で初めて日本の介護施設で働くインドネシアの人たちに出会いました。真面目に一生懸命、そして笑顔で高齢者に寄り添うその姿から、日本の介護福祉の現場を支えている人たちの存在の大きさを感じました。はい、ここ帯広市をはじめとする北海道の十勝地方では、介護の他にも農業や食料品製造などの分野でおよそ1400人の特定技能外国人が働いているということですが、オギットさんたちのバドミントンチームが日本で活躍することが、私たちの生活を支えている外国人の存在を広く知ってもらうきっかけになればと感じました。はい、青木さん、リスナーの方から早速投稿が届いていますよ。ご紹介しましょう。はい、はい、X でいただいた投稿ですけども、インドネシアから帯広って気候が違いすぎて寒いんじゃないのっていう質問です。そんなことをおっしゃってる方いらっしゃいました？そうですね、寒いと思いますけれども、ただ自然も豊かなので、公園で散歩したりすることが楽しいと話していました。それからもう一方、地域の方々とインドネシア人でバドチームを結成するのはいいですね、交流することで垣根がなくなると思いますといただいています。はい、ありがとうございます。言葉も含めてですけれども、やっぱり同じスポーツをやるっていうのはつながりが深くなりますよね。はい、そう思います。はい、
今日の N ラジセレクトは北海道の十勝地方で結成されたインドネシア人によるバドミントンチームの活動について帯広放送局の青木みどり記者に聞きました。青木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。不登校の小中学生の数は34万人を超え、過去最多を更新し続けています。子どもたちにとってどういったサポートが必要なのか、木村よし子解説員に聞きます。木村さん、まずその不登校の現状とはどうなっているか、そしてその背景について教えてください。はい、文部科学省によりますと、昨年度全国の小中学校で30日以上欠席した不登校の子どもの数は34万6482人、前の年度と比べて4万7000人余り増え、11年連続で過去最多となりました。はい、不登校の理由は人によって様々なので、一概に言うことは難しいんですけれども、無理をしてまで学校に行かなくても良いという親世代の意識変化もあると見られています。そして文部科学省が毎年学校の先生に行っている調査によりますと、不登校の理由を複数回答で聞いた結果、学校生活に対してやる気が出ないが最も多く 32.2%、 不安や抑うつが 23.1%、 生活リズムの不調が 23%、 学業の不振や宿題の未提出が 15.2%、いじめを除く友人関係をめぐる問題が 13.3% などとなっています。心の不調や友人関係のトラブルなど理由は多岐にわたってますね。はい、そして今回の調査から、発達障害やその疑いを含めて特別な教育的支援の相談がある、相談が保護者からあったかという項目を新たに設けました。結果は小中学校合わせて 7% に上ることが分かりました。この項目が追加されたのはどうしてなんでしょう。はい、子どもの発達障害やその疑いを心配する声が保護者から多くの学校に寄せられているようなんです。はい、発達障害とは生まれた時から脳の働き方の違いにより行動面や情緒面に特徴がある状態です。主なものとして、対人関係を築くのが苦手だったり、こだわりが強かったりする自閉スペクトラム症、ASD とも呼ばれています。そして注意が持続しにくい注意欠陥多動症、 ADHD、 知的発達には問題はないものの、読み書きや計算が苦手な学習障害、 LD などがあります。文部科学省の調査では、全国の公立の小中学校で通常の学級に通う児童生徒のうち、発達障害の可能性があり特別な支援が必要な子どもは 8.8%、 およそ77万人に上ると推計されています。はい、35人学級であれば1クラスに3人いる計算です。学習や行動面に困難を抱えたり発達障害があったりする子どもたちは、得意と不得意の差が激しいため、周りからは誤解されやすく、学校生活が息苦しくなって不登校に結びつくケースもあるとして、今回調査項目に追加されました。多様な子どもたちが学校に在籍しているということなんですね。そうなんです。さまざまな個性や価値観の中で学ぶことは、子どもの成長にとってはとても大切なことだと思います。一方で、学校の先生たちだけでは解決するのが難しい問題も起きています。さまざまな策を講じているものの、改善が見られず、正直どうしたらよいかわからないとか、手詰まりだという先生たちの声も聞きます。こうした中、発達障害などの専門的な見地を医師からのアドバイスを受けながら不登校対策に取り組んでいる自治体があるんです。どこの自治体ですか。はい、岐阜県の美濃市です。美濃市でも不登校の問題は深刻で、市内の小中学生の数は1200人ほどですが、昨年度の不登校の数は58人、5年連続で増加し過去最多となっています。そこで去年4月から医師が専門的な見地で子どもを見る教育医療連携の取り組みを行っています。教育医療連携、どんなことをしているんでしょうか。はい、美濃市に7つあるすべての小中学校と小児科医が連携して、毎月保護者向けの相談会を開いています。子育てに関する悩みがある保護者は誰でも利用できます。面談をした上で希望する場合は病院を紹介し、治療につなぐこともあります。私が取材に伺った日は相談会が行われていて、
会場となった美濃中学校には岐阜大学大学院医学系研究科の教授で小児科医の加藤善一郎医師が訪れていました。加藤医師は美濃市の不登校アドバイザーも務めています。はい、学校と医療との連携の利点について加藤医師に聞くと、学校の通常学級では発達障害や適応障害といった困難を抱えた子どもたちも在籍している、先生たちは医学的なことはわからないため、こうした子どもたちにどう指導したらよいか悩むという声も聞くんだそうです。障害の内容や治療の過程を先生たちに伝え、学校全体として共有することで子どもに適切に対応していくことができると話しています。まさに学校と医師がチーム一丸となって子どもを支えていこうという取り組みなんです。取り組みは4月からということですけれども、これまでどのくらいの相談を受けているんでしょう。はい、これまで美濃市の小中学生の72人から相談を受け、58人が医療機関を受診しているということです。さらに保護者や教員は困りごとがあればチャットやメールで加藤医師にいつでも相談ができます。また実際の相談現場に、保護者と医師の了解を得て私も同席させていただきました。はい、中学生の娘を持つ母親からは、学校に行くことはできるものの今年の4月から毎日別室登校でこの先心配だという相談をしていました。これに対し加藤医師は、子どもが学校に来て居場所があって安心して自分はここにいても良いのだと思えることが大事だと、次にどうしたいかを医師とお母さんと学校の3者が一緒になって考えていきましょうとアドバイスしていました。保護者の中には医師に相談することに抵抗を感じている人もいるようですが、新たな相談場所ができたと安心する人もいるということで、相談に来ていた母親は周りの理解を得られるようになって本当に気持ちが楽になりましたと話していました。またこの日は市内の小中学校の教員と加藤医師が集まって今後の取り組みについても話し合われていました。そこではどんな意見が出ていたんでしょうか。はい、多くの教員からは今まで自分たちがやってきたこととは違う視点を加藤医師から、いただけたということはありがたいという声でした。これに対して加藤医師は、自分はきっかけを作る立場であって、それを先生たちが自分たちで進化させていくことができていると思う。先生たちの意見をもらって来年度に生かしていきたいと話していました。今後も、うまくこう展開していくといいですよね。はい、美濃市によりますと教育医療連携が始まる前の2022年の4月から今年7月末までに不登校となっている小中学生51人を調べました。欠席の日数が減ったなど改善傾向が見られた人は17人、どちらとも言えないが31人、悪化傾向が3人でした。美濃市では医師からのアドバイスをもとに今の時代に合わないような校則や、授業中に全員挙手をするといった、学校のルールなどを見直して改善にも取り組んでいます。医療連携の取り組みは去年から3カ年計画で行っており、一人でも不登校の子どもたちを減らすとともに不登校を生まない学校づくりを進めていきたいということです。また美濃市以外にも民間との連携の動きは進んでいます。全国の学校では多くの子どもたちが通うフリースクールと連携してフリースクールへの参加や学びの成果を学校の出席扱いや成績に反映させようという動きもあり、取り組みは各地で広がってきています。はい、少子化が加速しこれほど多くの子どもたちが不登校になっている今、その数は一気に少なくする特効薬はありません。ただ一人でも多くの大人が不登校に関心を寄せ苦しんでいる子どもたちに手を差し伸べてあげる、そんな社会になってほしいと思います。はい、今日のニュース解説は木村よし子解説員に聞きました。ありがとうございました。アメリカのトランプ次期政権と国際情勢についてです。世界は今アメリカ第一主義を唱えるドナルド・トランプ氏率いる政権が新たな混乱や分断を招くのではないかと身構えています。トランプ次期政権の発足後国際情勢はどうなるのか、安全保障面を中心に解説員でもあるツヤキャスターとともに考えていこうと思います。すでにたくさんの投稿をいただいていますけれども、多くの方の関心事なんですが、トランプ氏が4年ぶりに大統領に返り咲くことになって、
どんな政権になりそうなんでしょうか。はい、まあ、これトランプ氏はですね、来年の1月20日の政権発足に向けて早速閣僚人事を進めているんですが、はい、今週になって重要ポストの顔ぶれがかなり明らかになってきました、はい、政権のキーマンともいえる首席大統領補佐官には大統領選挙の選挙対策本部長を務めたスーザン・ワイルズ氏がつくことになっています、はい、で外務大臣にあたる国務長官には中国やイランに対する強硬派で知られる、ウクライナ支援に否定的なマルコ・ルビオ上院議員、はい、それから国防長官にはですね、保守系のテレビ局で FOX ニュースの番組の司会者を務めている44歳のピート・ヘグセス氏がつきます、はい、トランプ氏を擁護する報道をしてきた人物でして、かつて陸軍兵としてイラクやアフガニスタンに派遣されたことはあるんですけれども指揮官としての経験はありませんで、こうした人物を国防長官に起用するというのは極めて異例なことなんですね。でこれらの顔ぶれに共通しますのはトランプ氏への忠誠心が非常に強いという点です、はい、まあ、つまりイエスマンばかりを揃えているということになりますね、はい、8年前に初めて大統領になった時はそうではなかったんですか。はい、まあ、前回はですね、はい、トランプ氏が政治がまあ未経験で、まあ、初めての大統領就任だったこともあってですね、はい、マティス国防長官とかですね、はい、ボルトン大統領補佐官、まあ、名前覚えてらっしゃる方いるかもしれませんが、はい、まあ、こうした経験豊富な実務家がいてですね、トランプ氏が無茶な政策をやろうとするとストップをかけることができたんですね、はい、例えばトランプ氏は当初日本政府に対して、在日米軍の駐留経費の大幅な増額を要求しようとしたんですが、日米同盟の重要性をよく理解していたマティス国防長官はこの方針には従わなかったんですね、はい、私初来日したこのマティス、国防長官の記者会見を取材していたんですけれども、その席でですねマティスさんはですね、日本は同盟国のお手本だというふうに発言をしまして、日本側にこの駐留経費の増額というのは一切要求しませんでした、うん、で本来、国家や組織のトップにとってですね、自分が聞きたくない意見でもあえて忠告してくれる部下というのは貴重な存在のはずだというふうに思うんですけれども、はい、トランプ氏はそれを嫌って、うん、まあ、イエスマンばかりを揃えようとしているというわけなんですね、はい、で国家の指導者をいさめる政治役がいなくなってしまえば独裁色を帯びた政権になる危険性もあるんではないかと思います。でさらにこのトランプ氏の政権移行チームがですね驚くべき案を検討しているようなんですね、はい、どんな案でしょう。はい、ウォールストリートジャーナルが伝えているんですけれども不適格と判断した米軍最高位の大将などを解任するための委員会の設置を検討しているというものなんですね。解任するための委員会の設置、はい、その不適格と判断したって、はい、そのあたりどういうことですか。これまあ通常ですねこういう委員会なんて設置しませんで、もちろん、不適格とされた高官が解任されることはあるんですけども、わざわざそういう委員会を設置をすると、で具体的にはですねウォールストリートジャーナルによりますと、はい、トランプ氏は人種差別に対して高い問題意識を持つ召喚を解任すると表明したことがあって、はい、その基準からすると現在米軍のトップで黒人のブラウン統合参謀本部議長らも対象になる可能性があると報じているんですね、はい、でブラウン議長は黒人による抗議運動ブラックライブズマターに同情的な発言をしたことがあるんですね、はい、でトランプ氏は自分の意にそぐわない軍の高官を解任しやすくしようとしている可能性があると思います、うん、でこうしたやり方は多様性の否定であるだけではなくて政治的には中立でしかもこの世界最強のアメリカ軍をですね、はい、トランプ氏が私物化するような方向に向かうことが懸念されます。ここまで聞いてきただけでもちょっとなんかまずい感じがしてきますけれど、まあ、とにかく超大国アメリカのことですから心配ですよね、うん、で具体的にその
国際情勢にそうした動きがどんなふうに影響していきそうなんでしょう。はい、まあ、何といっても影響が大きいのはウクライナ情勢だと思います。アメリカはウクライナにとって最大の軍事支援国なわけですけれども、はい、トランプ氏はウクライナ支援に強く反対してきました。アメリカが支援をやめるか大幅に縮小すればウクライナは戦い続けることができなくなって、はい、ロシアに極めて有利な形で停戦を余儀なくされるかもしれません。でアメリカのメディアの報道によるとですね、ロシアが占領している領土を現状のまま凍結するといった停戦案がトランプ氏の政権移行チームで検討されているということなんですね。まあ、停戦というか戦争自体が終わることは良いことではないんでしょうか。そこが問題なんですね。侵略された側のウクライナにとってはこれ決して良いことではありません。現状のまま停戦することはですね、これまあ例えて言えば泥棒がまだ家の中にいるのにその状態を固定化するようなものでして、まあ、ウクライナはこれ全く望んでいませんし、はい、ロシアを現実の脅威と感じているヨーロッパの多くの NATO 諸国、NATO 加盟国もですね、はい、まあ、強く反対するだろうと思うんですね。というのも NATO はこれまでロシアとの停戦はウクライナ自身が決めることでウクライナが必要とする限り軍事支援は続けるというふうに、まあ、立場を取ってきたんですが、はい、最大最強である加盟国アメリカがこの方針に、まあ、反することになってしまいます。でそればかりかロシアが国連安全保障理事会常任理事国でありながら他国を侵略するというですね、国際ルールを踏みにじるようなことをしているのに、まあ、お咎めなしになってしまえばですね、法の支配に基づく国際秩序の崩壊につながりかねないということだと思います。NATO 内、その NATO に加盟している国々の中にも分断が生まれてしまうかもしれない。その通りですね。NATO 内の分断や混乱というのはまさにプーチン大統領が狙っていること、望んでいることなんですよね。プーチン大統領は NATO には通常戦力ではかなわないことを、まあ、認識していましてですね、はい、NATO が結束して、まあ、つまり一枚岩となってロシアに対峙するというのが最も嫌なはずなんですよね。でロシアと陸続きのヨーロッパ諸国、まあ、特に、バルト三国ですとかポーランドなどこのロシアに地理的に近い国々はロシアへの警戒心が一層強くて、はい、ウクライナの次は自分の国が軍事侵攻されるんじゃないかというふうに考えているわけです。でこうした国々はウクライナへの軍事支援をこう継続すべきだと強く主張しているんですが、この支援の大黒柱だったアメリカがそこから抜けてしまえば、NATO の結束というのは大きく崩れてしまうことになります。はい、そしてパレスチナ、ガザ地区で戦争が続いていますけれども、はい、中東情勢へはどんな影響が考えられますか。はい、まあ、イスラエルのネタニヤフ政権が続けているガザ地区への攻撃ですけれども、すでに4万3000人以上のパレスチナ市民が攻撃の巻き添えになって死亡していますね。国連などはイスラエルが国際人道法に違反しているというふうに、まあ、断じて、まあ、批判していますし、国際刑事裁判所は戦争犯罪に当たるとしてですね、ネタニヤフ首相らの逮捕状を請求しているんですね。でこうしたイスラエルに対して、まあ、今のバイデン政権も軍事支援を続けているわけなんですけれども、トランプ氏は、まあ、一層強くイスラエルを支持する立場なんですね。でガザ地区を含むネタニガザ攻撃を含むネタニヤフ政権による、まあ、一連の攻撃、レバノンのヒズボラに対しても攻撃したりしてますけれども、はい、こういうことをですね、無条件で支持することも考えられるわけです。でその結果悲惨な戦争は止まずに、イランとの対立も含めて日本が原油の大半を依存している中東地域というのは一層不安定化していくことが懸念されます。いろんな心配事が、今のお話でも想像されますが、はい、さあアジア、そして日本へどんな影響がありそうでしょうか。そうですね、まあ、まずアジアについてですけれども、特に重要なのが中国と北朝鮮への向き合い方だと思います。でこのうち中国に対してはトランプ氏は 60% の関税を課すと発言していることからも分かるようにですね、まあ、強硬な姿勢で臨むことが予想されます。はい、で軍事面でも中国への対応を最も重視した体制を強化していくだろうと思います。はい、で一方ですね、この台湾有事、心配されている台湾有事に関しては
今のバイデン大統領は台湾防衛のために軍事的関与をするというふうに明確に発言しているんですけれども、はい、トランプ氏の場合はですね、アジアや日本の安全保障のためというよりも、うん、アメリカにとってあるいは自分にとって損か得かという場合、いわば川山用によって関与を判断するのではないかという見方があるんですね、はい、でトランプ政権は関与する気はないんだというふうに中国の習近平主席が判断してしまうとですね、はい、武力統一を決意する、まあ、可能性というのは否定できないと思うんですね。で万一この台湾有事となれば、台湾からわずか110キロに位置する与那国島がある日本も、はい、まあ、巻き込まれる可能性が高いんですね。でそうした事態を何としても避けるために、はい、まあ、日米はこれまで、まあ、台湾有事ではこの米軍が来援することを前提にさまざまな対応を検討して、まあ、日米の結束を抑止力としてきたわけなんですが、はい、米軍が来援しないケースがあり得るという話が議論されるだけでも、うん、中国に対する誤ったメッセージに なりかねませんし、同盟関係もぎくしゃくしかねないと思います、はい、北朝鮮への対応も気になりますよね。そうですよね。あの北朝鮮に対しては、まあ、かつて悪化していた日韓の関係がですね、韓国のユン政権の発足をきっかけに大きく今改善しています、はい、で日米韓というこの3カ国が協力して北朝鮮に圧力をかけて抑止しようという体制が強化されているんですが、はい、まあ、予測不能なトランプ氏がですね、はい、キム・ジョンウン氏と再びディールをしてしまうということに万が一なりますと、あのせっかくあの改善してきた日米韓の連携にもほころびが生じかねないという心配があります。そしてですね、もう投稿がたくさん来てますけれども、一つご紹介しますと、トランプ大統領は日米同盟においてもアメリカ第一主義を貫き、さまざまな交渉を日本に仕掛けてくるのでしょうかというご心配、うん、このあたりですね、防衛面で、まあ、無理難題を突きつけてくるようなことって考えられますか？そうですね、その可能性高いと思うんですよね。あのアメリカは本来ですね、アメリカ自身の国益のために米軍を海外に駐留させているわけなんですが、あのトランプ氏はそのことをよく理解していないようでですね、アメリカばかりがその巨額の国防費を支出して同盟国を守っているんだと、それは不公平だというふうに今考えているわけですね、はい、で従って日本の防衛費をさらに、まあ、増額して、あの日本もちゃんともっと負担をしろと、はい、で米軍のその在日米軍の駐留経費を大幅に増額することを求めてくる可能性があると思います、はい、でこれに対して、まあ、日本政府としてどう対応するのか、石破政権のこの対米外交というのがですね、今後問われてくるのではないかと思います、はい、で先ほども指摘しましたように、トランプ次期政権の外交姿勢や行動によっては自由とか人権、民主主義の価値観、そして法の支配に基づく国際秩序というのが一層揺らぐ恐れがあります。日本を含む同盟国はこれまでのようにアメリカに同調しているだけでは済まなくなってくるかもしれません、うん、トランプ氏の勝利をきっかけにヨーロッパの一部の同盟国では、アメリカ頼みの外交や安全保障政策を見直して、例えば日本とヨーロッパがもっと結びつきを強めるべきではないかという議論も出始めているんですね、はい、同盟国としてアメリカとどう向き合っていくのか、うん、今後本当に問われることになるのではないかと思います、はい、皆さんからのご意見ご紹介しましょう。トランプアメリカの主要メンバーが実業家で忠誠心の強い方々の集団となると、アメリカは株式会社トランプになりそうで、日本の対応が難しくなりそうですね、うん、というご意見。それから外交安保に焦点を絞ると、バイデン政権での混迷の度合いは第一次トランプ政権より深刻だと思うんですが、トランプさんの個性を生かす方法を考えるっていう方が生産的なんじゃないですか、うん、そうですね、みたいな、まあ、そういう考え方もあるかもしれませんですね、まあ、例えばそのトランプさんに、こういうことすればあなたはノーベル平和賞を取りますよというふうに、説明すればですね、はい、世界が望むような方向に向かってくれるかもしれませんね。いや、そんな風にちょっとね、いい方向になることも考えていきたいですよね、うん、はい、ここまで津屋キャスターとともにお伝えしました。続いてはワールドリポートです。イスラエルではアンルワ
国連パレスチナ難民救済事業機関の国内での活動を禁止する法律が先月末に成立し波紋を呼んでいます。エルサレム支局の田村祐介記者に聞きます。田村さん、おはようございます。はい、おはようございます。イスラエルで新たに成立したこの法律、具体的にどのようなものなんでしょうか。はい、今回成立した法律のポイントは大きく2つあります。1つはイスラエル国内での一切の活動を禁止するというもの、そしてもう1つはイスラエル当局がアンルワ側と接触することを禁止するというものです。アンルワはエルサレム市内に事務所を構えていますし、イスラエルの占領下にあるパレスチナのガザ地区やヨルダン川西岸での活動にはイスラエル側との調整が欠かせません。このため活動に大きな影響が出ると懸念されています。この法律ができた背景には、去年10月のイスラム組織ハマスによる奇襲攻撃にアンルワの一部の職員が関与し、イスラエルではアンルワへの反発がかつてなく強まっていたことがあります。実際にアンルワの活動が禁止されるとパレスチナの人々の生活にも大きな影響が予想されますよね。その通りだと思います。アンルワは医療や教育などのインフラが十分に整っていないガザ地区やヨルダン川西岸などで弱い立場に置かれたパレスチナ難民に最低限のサービスを提供してきました。インフラが十分に整っていない難民キャンプではアンルワの診療所や学校以外に行くところがないという現状もあります。今月ヨルダン川西岸にある難民キャンプで職業訓練センターを取材しましたが、そこでコンピューターの設定を学んでいた学生に話を聞きますと、口々にイスラエルの決定は私たちの未来を破壊するものだと不安な気持ちを語っていました。今後この問題はどうなっていくんでしょうか。今回の法律が施行されるまで90日間の猶予があり、実際の施行は1月末になると見られます。ただイスラエルはすでにアンルワとの関係解消を国連に通知するなど活動禁止に向けた動きを進めています。イスラエル政府としてはアンルワを解体し他の国連機関に役割を移すことで問題は出ないとしていますが、国連機関の活動を一方的に禁止すること自体異例の出来事だと言えます。日本もアンルワに資金を拠出していますし、これまでパレスチナ支援の重要な柱の一つになってきただけに、この問題の行方を注視する必要があります。はい、エルサレム支局の田村祐介記者に聞きました。経済マイビズ田中貴信キャスターです。金曜日のマイビズは経済展望です。今回は政府と日銀の在り方について考えます。金融政策の正常化を進める日銀と財政健全化を目指す政府、これまでは相互不干渉が原則とされてきましたが、今転換期にあると言います。日銀と政府の関係はどうあるべきなのか、慶応義塾大学経済学部教授の小林慶一郎さんに伺います。小林さん、おはようございます。おはようございます。今日のテーマは金融政策と財政政策の在り方ですね。はい、そうなんですね。日銀のその金融政策というのは物価の安定を図るために通貨の量を調整していくと、あるいは金利の調整をやっていくという、そういう政策なんですけれども、一方でその政府の財政政策というのは国の歳出や歳入をまあ変化させることで景気の拡大とか、あるいは景気の抑制を図っていく、そういう政策なわけです。でこの日銀の金融政策とそれから政府の財政政策、そもそも別個のもので、お互いに独立して政策を運営すべきだという考えが長く持たれてきたわけなんですけれども、今はその一種の転換の時期にあるんではないかというふうに私は考えております。独立している政府の財政政策と日銀の金融政策が転換期にある、これはどういうことですか。はい、政府は長年の景気低迷だとか、あるいはコロナのパンデミックなどで借金を大量に抱えているわけですね。国債を大量に発行し続けてきたということです。で特に2016年頃からは長期金利もゼロになってしまったので、政府はいくら借金を増やしても、大丈夫だ、大したことがないというような雰囲気、
それが政府の中や政治の世界で非常にこう広がってしまってですね、ばらまき財政が止められなくなっているというこういう状況だと思います。ところが一方でですね、現在膨大な借金がある状況の中で日銀は金利を引き上げる方向に金融政策を転換しようとしているわけですね。でそうすると政府の借金が金利が上がるとますます膨らんでいって財政の悪化がさらに加速していくと、そういう心配が出てきた、まあ、そういう意味で転換点で、これまでは長期金利がゼロだったので政府の借金は膨張しなかったのであんまり心配はいらなかったんですが、これからは金利が上がってくれば状況が大きく変わっていくだろうと、そういう意味で転換点だというふうに思っています。小林さん、先ほど日銀は独立しているというふうにおっしゃいましたけれども、はい、ただアベノミクスでは第一の矢として大胆な金融緩和を打ち出しましたね。これについてはどういうふうに見てますか？はい、そうですね、公式の日銀の立場としてはですね、政府からあるいは政治から独立した立場で金融緩和を決めているんだということなんですが、実態上は安倍政権のその求めに応じて金融緩和を政府の望んだ方向で金融緩和を進めてきたということは確かに言えるだろうと思います。これはなぜかというと、2000年代の初めから2010年代にかけて日銀は政治の世界からですね、金融緩和をしてほしいという強いプレッシャーを受けていたという状況があって、でもしそういう政治家からの要求に応じなければ政治家たちは法律を改正して日銀の独立性を弱めようとするかもしれないと、こういうふうに日銀の人たちは心配したんだろうというふうに思います。で、日銀のこの独立性というのは本当はですね、政府の財政を放漫財政にならないようにするために独立性というのは与えられていたというのは、これが本来の日銀の独立性の趣旨なんですね。要するに政府の財政が放漫財政になってしまうと高いインフレが起きてしまって最終的に物価の安定が損なわれるので、財政が放漫に流れないようにすると、そのために日銀は独立性を持っているわけです。ところが、アベノミクス以来日銀はその自らその独立性にこだわってきたために意図せざる方向に進んできたというふうに私は考えています。つまり独立性を守ろうとして、そのためにあまり政府の財政について放漫財政を止めるということを やらなくなってしまった、むしろ放漫財政を助長するような方向に金融緩和を進めてきてしまったと、こういうことだと思いますので、現状は日銀のその独立性を置いた本来の目的に反する方向に政策が進んできていたということなんじゃないかなというふうに思います。で、そういう状況が今転換期を迎えているということですよね。はい、小林さん、本来ならですね、金融財政ともに正常化を目指していかなければいけないんでしょうけれども、ただ金利を上げると、財政が悪化してしまうという状況にありますよね。はい、小林さん、この局面を乗り切るにはどのような対応が必要だと考えていらっしゃいますか？そうですね、まず日銀と政府が共同してですね、金融政策と財政政策を一体的に捉えて金融と財政をどうやって運営していくのかという一体的な姿勢を示すべきだと思うんですね。要するに金利を上げたら政府債務が増えて国債のマーケットが悪化する、そして円に対する信任が失われるかもしれないと、そういった因果性、金融と財政の間にある因果関係をきちんと認識しているんだということを日銀はもっと強調するべきだと思います。で、その上で政府の財政運営がどうあるべきなのかということを日銀の方から方向性を示す考えをしっかり言うべきなんだろうと思うんですね。日銀というのはもちろん財政を動かす権限というのはありませんけれども、財政のあり方について意見を言うことは禁じられてはいないわけです。ですから現在のように政府の借金が膨張しているという時には財政と金融がバラバラに独立して運営されていると市場参加者が先行きを見通せないということになって不安になってしまいます。ですのでまず財政と金融の全体像を日銀が示すということが必要なんだろうというふうに思いますね。これまで金融と財政の全体像についてのこれ議論は起きなかったんですか？
まあ、政府と日銀は密室の中でというか人に見えないところでは議論をちゃんとしてるんだろうと思うんですけれども、国民や市場関係者に開かれた公の場で金融と財政の一体的なメッセージというものを出したことはないと思うんですね。政府は金融政策については沈黙していると、そして日銀も財政政策については沈黙していると、そういう状況が続いてきたわけです。しかし政府債務がこれだけ大きくなると金融と財政は独立には考えられないので、その金利というのは政府の債務の状況に直結していますし、またその政府の債務というのは金融マーケットに大きな影響を与えるので日銀も考慮せざるを得ないと、こういう状況だと思います。ですので、まあ、金融と財政の全体像を、まあ、政府と日銀が協力して考えて発信するという必要があるんだと思うんですね。まあ、政治からもともと独立していた日銀が主体となって、まあ、政策を示すべきだということでしょうか。となりますとどんなことが必要になってきますか。はい、まず政府の財政政策も中央銀行の金融政策も両方を俯瞰して全体として最適な経済政策とは何かということをオープンに議論するようなことが必要なんだと思います。でその際に政府も日銀もですね、それぞれ自分の領域にこだわらずに相手の政策についても正々堂々とこうするべきだというそういう指摘をする必要があるんだと思うんですね。でその金融政策と財政政策の全体像というのを取り決めた上でその後それぞれの自分の管轄領域に帰っていって仕事をすればいいということなので、今後のその経済政策のためにもそういう議論ができる公共的な場を作るということがまず必要なんだろうというふうに考えております。はい、小林さん、今朝どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。草のマイビズは日銀の金融政策と政府の財政政策のあり方について慶応義塾大学経済学部教授の小林慶一郎さんに伺いました。7時27分になりました。今朝の聞きたいは全国的に減少している書店についてお伝えします。今年8月末時点で書店が一つもない自治体が全体のおよそ4分の1に上る中、経済産業省は書店振興のプロジェクトチームを立ち上げ支援を検討しています。地域の書店をどう守っていくのか、国の支援をはじめとする新たな動きについて出版流通が専門の上智大学文学部柴野恭子教授に聞きます。柴野さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず全国的に書店が減少しています。この現状について具体的に教えてください。はい、出版関係の業界団体で出版文化産業振興財団というところがあるんですけれども、はい、こちらの調査によりますと今年8月の時点で全国の書店数は7828件、この調査を始めた2年前から750点余り減っているという結果が出ています。私の実家の近くでも駅前の本屋がなくなってしばらく経っています。2年前からでも754点、その前からでももっと減っているというわけですよね。そうですね。で、一方で増えている本書店もあるということですね。はい、今お話ししたような数字からは明らかなように私たちが今まで慣れ親しんだタイプの書店というのは減っているんですね。ですけれども今お話しあったようにいわゆる独立系と言われているような、まあ、本の品揃えにちょっと特徴のある個人で経営する新しいタイプの本屋さんというのは増えているという状況があります。まあ、こちらは正確な統計はないんですけれどもこの20年ぐらいでおそらく500店舗ぐらいが増えているんだろうなというふうに思います。そんなに増えてるんですね。はい、実際私が関わっている本の学校という NPO がありまして、そこではいろいろなセミナーを実施してきたんですけれども去年初めてこれから本屋さんを始めてみたいという方に向けたオンラインの入門講座を開設してみたんですね。はい、まあ、そうしましたところ延べ480名の方が受講されたということがありました。まあ、具体的には本をやりたい人ももちろんなんですけれどもすでにもう開いているけれども改めて詳しく勉強したいという方とか図書館の方とか本当にいろんな方が集まってこられて関心の高さに改めて大変驚きました。そういった品揃えにこだわったような独立系の書店と呼ばれる書店増えている背景にはどんなことがあるんでしょう。はい、このような本屋さんが増えている背景はまず3つぐらい考えられると思っています。
一つ目にはですね、インターネット書店が出てきたことなんですね。まあ、インターネットの本屋っていうのは、いつでもどこでも注文ができて届けてもらえるという利便性がとても注目されがちなんですが、実は自分で、たくさんの本の情報をデータベースから検索して探すというところに特徴があります。これは一見網羅的に見えるんですが、実は得られる本の情報というのは自分が普段読んでいるようなものに限られてしまってくるので、むしろ誰かがセレクトしてくれた見やすい規模の小さい書店というものが、楽しく発見があるということでニーズが出てきたのではないか。これは書店の変化というよりも読者側の変化と言えると思います。確かに書店に入って平積みされている本に出会った時、あ、これ面白そうって手に取る楽しみってありますよね。そうですよね。そうした本屋さんって結構雰囲気もいいので楽しいのかなというふうに思いますね。あと2つ目ですけれども、こうした書店が始めるときに比較的簡単に本を仕入れる仕組みができてきていることなんですね。通常書店というのは取り次ぎと呼ばれる問屋から本を仕入れるのが一般的です。ですけれども、この取り次ぎというところと契約するためには一定の規模の売り上げの見通しを出さなければいけないとか、あと初期費用というのがかかるんですね。相当額の保証金、品代の担保ですけれども、こういうものを納めたなくてはいけないといった条件があって、個人の方にとってはなかなかハードルが高い。ですけれども、インターネットでいろんな決済のシステムなどが出てきたことによって、私たちがネットの書店で本を買うのと同じように登録さえすれば比較的小さな単位でその都度本が仕入れられる、こういったサービスが出てきたということですよね。このような本屋さんというのは、既存の書店のように大量の本を日々飽きなうわけではないので、こういう仕組みがむしろマッチするのかなというふうに思いますし、最近では大手の取り次ぎ会社もこんなようなサービスに参入してきています。なるほど、参入のハードルが下がったということですね。そうですね、これは大変大きいと思います。そして3つ目はノウハウの共有なんですけれども、こんなタイプの新しい本屋さんを、先に始めた、先駆者の方々がですね、後からやりたいという人に向けて方法を教えてあげたり本を書いたりしているということがありますし、今全国で本屋フェスみたいなものが開かれていますね。はい、そういったところでお互いに情報交換できることになった、これも大きいと思います。そうした条件が整う中ですが、今年3月、国ですね、経済産業省はプロジェクトチームを立ち上げて、課題の収集ですとか、パブリックコメントの募集などをはじめ支援策を検討しています。この国のプロジェクトは地域の書店を残していくために追い風となりうるんでしょうか。はい、現時点では正直言って何とも言えないというところがあります。はい、経済産業省のレポート大変よくまとめられていると思うんですけれども、内容的には論点整理という感じではあるんですよね。こうした状況というのはかなり構造的な問題であって、そこで対象にする書店が、一体どういった店を指しているのかというところもまだ曖昧なところがありますし、一時的とか部分的に解決できることも限られているので、パブリックコメントを受けてまたこれから具体的な施策を検討されていくことになるだろうというふうに思います。ただその中で、キーワードになっていくのはやはり地域だと思うんですよね。地域、はいはい、冒頭で書店のない自治体の話をいただきましたけれども、例えば青森県の八戸とか、福井県の敦賀なんかでは運営を民間に委託する形で公営の書店が作られていまして、公営の書店というのもあるんですね。はい、あと北海道の留萌のことなんですが、留萌市ではかつてあった唯一の本屋さんがなくなってしまった時に図書館の活動をサポートしていた市民の方たちが図書館長に相談をして、本屋さんがなくなると困るということで、市民の方と行政もここに巻き込みながら東京にある大手の書店を誘致したという事例があるんですよ。なかなかない事例かと思いますけれども、ね、私も実際にお伺いしたことがあるんですが、留萌の方たちは本当に自分たちで作ったお店を大事にされていて、開店した後もボランティアでお仕事を手伝ったりとか店内で読み聞かせをなさったりという形でずっと支援を続けてこられているんですよね。こうした事例いずれも書店でだけではなくて市民とか行政、あと図書館が大きく関わっていると思います。はい、じゃあそのお話の後半では書店と今お話ありました図書館の連携について伺っていきます。はい、
今朝は上智大学文学部の柴野京子教授に町の書店をどう残していくか、後半は地域の書店と図書館が連携する仕組みについて聞いていきます。柴野さん、具体的にどんな事例があるんでしょう。はい、いくつか事例があるんですけれども、例えば山梨ではですね、県立の図書館と地元の書店が連携をして読書推進活動を行っています。具体的には図書館が県民から誰かに送りたい本というのを募集して、はい、送りたい本大賞というのをやるんですけれども、そこに上がってきた本を地元の本屋さんがブックフェアで展開していくというようなことをやっていますね。山梨ではちょうど今週末に合同での大きなブックイベントも開かれる予定になっています。あと東京の町田では地元の老舗の書店が私立図書館の本の受け渡しの窓口を店舗内に設けるというサービスを始めています。これは予約した本を受け取るのと読んだ本を返すという両方なんですけれども、このお店っていうのはドライブスルーでも買えるお店なので結構家族連れの方もたくさんいらっしゃるということで、今は本屋に来てもらうこと自体もなかなか難しいですし、本を媒介に地域をつなぐという意味で大変有効な手段だなと思います。なるほど。ただ図書館で本を借りると書店で本を買う人が減ってしまうというような見方もできるような気がするんですが、その点はどうでしょう。はい、そうですね、確かにこれまでそういう議論というのはずっとこう繰り返されてきたんですけれど、図書館と書店との関係というのは敵対するものではない、共に地域の読書環境を支えていくインフラとしてあるべきだと思います。今スマホの位置情報というのがありますよね、あれを使って書店の在庫の情報をエリアごとに探せるアプリというのを開発中のグループがあります。便利ですね。はい、図書館についてはすでにそうした横断検索の仕組みがあるんですが、この両方が結びつけばその地域の中にどんな本屋さんや図書館があるのかっていうのを空間的に可視化することもできると思いますし、図書館の中で、予約が数十人待ちになっていたりするっていうケースも結構ありますよね。その場合に、近くの本屋さんにあるよということを図書館の方で誘導できれば相乗効果も出ると思います。はい、やや固い言葉にはなりますけれども、地域の地の基盤を一緒に作っていくという連携の仕方が重要だと思います。同じように図書館と書店の連携ということでいうと、鳥取県の事例というのは大変有名なのですけれども、鳥取県の県立図書館は中期計画の中に書店の支援というのを明文化しているんですよね。で、実際鳥取図書館の本は複数の地元の、書店から定価で買っているんですが、ここに至るまでには図書館作りに向けて、書店と市民が地道な活動をかなりの長い間続けてきたという歴史がございます。図書館に本を収めている書店さんもそれぞれ人文書とか児童書とかいった強みを出すようになっていくので、個性も磨かれて本屋としても地域の人たちに支持をされているというわけですね。なるほど。地元の書店から仕入れるというようなことですね。そうですね。はい、で事例をいくつかご紹介していただきましたが、書店と図書館の連携を進めていく上でどんなこと課題としてあるでしょうか。はい、これは結構難しいことなんですけれども、両方とも非正規の方が働いている比率が極めて高い職種です。はい、ですので国のプロジェクトの中でも書店と図書館で働く人たちの待遇を上げられるような環境づくりというのはぜひ検討していく必要があると考えています。では最後に、地域に書店を残していくためにこれから必要な視点はどんなことか、ポイントを教えてください。はい、私たちの周り本当に様々な情報があふれていますよね。ですけれども、その中で本を通して得られる価値というのをどのように共有できるのか、広い意味での知識の基盤をどういった形でデザインして育てていくのかというようなビジョンを地域を確認して描いていくことが大事だと思います。はい、それから最後にラジオをお聞きの皆さんにお願いなんですけれども、書店で良い本を見つけたらそれはそのお店の方の努力とか工夫というのが背後にあるので、出会わせてくれたというような気持ちでぜひそのお店で買っていただきたいなと思います。そうですね、本との出会い一期一会ですもんね。はい、はい、島野さんどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。今朝の聞きたい、地域の書店をどう残していくか、上智大学の柴野京子教授に聞きました。時刻は間もなく7時40分になるところです。毎朝ここに注目、経済ニュースで毎日のように耳にする
ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、主要な産業を代表する企業の銘柄で構成されていますが、先週入れ替えがありました。その背景について経済担当の飯田香織解説委員とお伝えします。おはようございます。おはようございます。銘柄の入れ替えということですが、具体的にはどういうことでしょうか。はい、ダウ平均株価は時代に合わせて入れ替えが行われるんですけれども、今月8日にアメリカの半導体大手のインテルが30銘柄から外れました。インテルは1990年代パソコンブームに乗って業績を伸ばしてアメリカ経済を牽引し、1999年にこの30社の仲間入りを果たしました。ただ今年7月から9月までの決算で56年の歴史で最大の赤字となるなど業績が低迷しています。このため30銘柄から外れました。代わりに採用されたのはどの企業ですか。はい、やはりアメリカの半導体大手でして、 NVIDIA という会社です。トップは台湾生まれの61歳のジェンスン・フアン CEO です。30歳の時に会社をアメリカで立ち上げました。でトレードマークは革ジャンです。一昨日都内で講演をしたんですけれども、こだわりの革ジャンに身を包んで登壇しました。革ジャンがこだわりなんですか。そうなんですね。報道によりますと、妻と娘のアドバイスで革ジャンを着ているそうなんです。家族からの娘、はい、そうです。でこちらの会社、もともとはゲーム機用の高速画像処理の半導体を作っていたんですけれども、最近は生成 AI のデータ処理などを行う半導体に力を入れ、AI ブームを追い風に急成長しています。急成長しているということは株価も上がっているんですか。そうなんです、株価はこの1年で3倍以上となりました。この結果、企業の価値を表す時価総額は日本円でおよそ560兆円なんです。でアップルやマイクロソフトを抑えて世界トップです。AI ブームに乗り遅れたインテルの30倍以上なんです。で今回の銘柄の入れ替えについて、ダウ平均株価を算出する会社は、半導体業界などをより適切に反映するためと説明しています。時代のフロントランナーの主役交代を象徴していると思います。この AI ブーム続きそうでしょうか。この NVIDIA なんですけれども、はい、来週20日に直近の決算を発表します。イギリスの調査会社オムディアによりますと、 NVIDIA が開発した AI 向けの半導体は去年世界で8割近くのシェアを占めました。このため AI の需要がどこまで強いのか、つまりブームはどのくらい続くのか、これを見定める上で NVIDIA の決算に関心が集まっています。また決算の内容によっては日本の株式市場にも影響すると思います。フアン CEO はおととい、あらゆる業界や国で独自の AI を生み出さなくてはならない、新しい産業革命の始まりだと述べました。来週の決算会見での発言にも注目しています。毎朝ここに注目、飯田香織解説委員に聞きました。ワールドアイ田中貴信キャスターです。今朝の話題は海外メディアの報道チェックです。まず昨夜から今朝にかけて海外の主な放送局が伝えたニュースです。日本のほかアメリカ、中国など21の国と地域が参加する APEC アジア太平洋経済協力会議、南米ペルーで日本時間の昨夜から閣僚会議が行われたのに続いて、今夜首脳会議が開かれます。アメリカ大統領選挙で関税引き上げを掲げるトランプ氏が勝利し、保護主義的な政策への警戒感が広がる中、自由貿易の推進を掲げてきた APEC の場でどのような議論が行われるのか注目されます。オーストラリア ABC は、首脳会議に出席するアルバニージー首相が自由貿易と気候変動対策を強く擁護し、アメリカのトランプ氏の返り咲きに世界が備える中、 APEC の原則を貫く構えだと伝えています。それから APEC 首脳会議が開かれるペルーには、中国の習近平国家主席も到着しました。習主席は
巨大経済圏構想一帯一路の枠組みで開発した港の開港式に臨み、中国の存在感をアピールする見通しです。香港の TVB などが伝えています。それから EU ヨーロッパ連合はアメリカの IT 大手旧 Facebook のメタに対して SNS と紐づいた広告で不正な競争を妨げている、公正な競争を妨げているとして日本円でおよそ1300億円の制裁金を課したと発表しました。会社では個人同士で物品を売買するサービスを提供していますが、ヨーロッパ委員会はここに掲載する広告とSNS の Facebook が紐づいていることで他社との公正な競争を妨げているとしています。それから中国で EV、電気自動車など新エネルギー車の年間生産台数が初めて1000万台を突破したということです。欧米では中国製 EV は過剰生産で不当に安く輸出されているなどとして関税を引き上げる動きが出ていますけれども、中国中央テレビは年間1000万台を突破した世界で最初の国となったとして技術の進歩と市場規模の拡大を強調しています。それからお隣韓国では昨日、日本の大学入学共通テストにあたる大学進学のための共通試験が行われました。学歴重視の傾向が強い韓国では試験が人生を左右するとも言われています。今年は全国で52万人余りが出願しました。遅刻しそうな受験生を警察がパトカーで送り届けるなどのおなじみの光景が見られました。韓国 KBS が伝えています。では今朝の気になるニュースです。イギリス BBC が社会の価値観を問い直すような重要な法案だと描写する法案が先月議会に提出されました。いわゆる安楽死をめぐる法案です。今月議会下院で審議されますが、それを前に、イギリス BBC が賛否両論の声を伝えていますのでお伝えしたいと思います。まずこの法案なんですけども、イングランドとウェールズでいわゆる安楽死を選ぶ権利を認める法案です。でこの法案を提出した議員は世界で最も厳格な内容だと伝えています。その議員によりますと、法案は命を終えるためではなくて死を短くするためのものだと主張しています。安楽死はオランダ、ベルギーなどでも認められていますけれども、世界で最も厳格というのはですね、まず対象が年齢が18歳を超えていて少なくとも12ヶ月間医師に登録している必要があり、その上で末期患者で余命6ヶ月以内であること、それから命を終える選択をする精神的能力があることが条件です。そしてその人がきちんと情報を得て理解した上で、分かった上で強制されることなく自主的に選択していることを2人の医師が別々に証明することも要求されます。でその上で高等法院の裁判官が少なくとも1人の医師に話を聞くことになります。そして BBC がさらに肝心だと伝えているのが、命を終える薬なんですけれども自分で服用するということで医師が施術することは認められないということです。で BBC が賛成反対それぞれの声を伝えているんですが、賛成派の人は、対象を末期患者に限っていて2人の医師と高等法院のチェックが入るので、乱用はされないとしています。ただ賛成派の一人、元裁判官判事でパーキンソン病のニコラス・モスティンさんはですね、安楽死法案を末期患者だけでなくパーキンソン病など不治の神経性の疾患で耐え難い苦痛に見舞われている患者にも適用するよう求めているんですね。終末期が長引いて非常に苦しいものになる可能性が高いからだと主張しています。一方で反対派なんですけれども、滑り坂のようにですね、このずるずると悪い方向に対象が広がっていることを警戒していると言います。俳優で障害者の権利について活動するリズ・カーさんなんですが、末期患者が対象であっても、自殺ほう助の合法化は危険なことになるということで、法案の対象が耐え難い苦痛がある人に拡大しようという動きがあるんですけども、それは障害者や弱い立場の人たちを危険にさらす恐れがあると主張しています。
まあ、実際カナダでは最初末期患者を対象に安楽死が認められたんですけれども、5年のうちに障害者を含む、まあ、苦痛を抱えた人が対象に含まれるようになったと BBC が伝えています。これ議会が安楽死を合法化すれば、1967年の妊娠中絶法以来最大の社会的な変化になるかもしれないと BBC は伝えています。でこの問題については今月中に、議会下院で投票が行われますが、議員の中にもやっぱ意見が分かれているので、党に縛られずに自由に投票することになるということです。さあそして今ニュースにあったパーキンソン病について、こんなニュース KBS が今週伝えています。パーキンソン病なんですけども、 ES 細胞を移植したパーキンソン病患者の状態が改善したという研究結果が公表されたということです。で KBS によりますと、15年間パーキンソン病患者を患っている50代の男性なんですが、症状が悪化して歩くことも難しくなっていました。しかし1年前 ES 細胞を移植、今では1日2000歩以上歩けるほど状態が良くなったということです。まあ、男性は15分か20分ぐらいならバドミントンや卓球もできるようになったと話しています。パーキンソン病患者への ES 細胞移植による効果が確認できたのはアジアではこれが初めてだと KBS は伝えています。以上、今朝のワールドアイでした。この時間は午前5時台の健康ライフに寄せられたリスナーの皆さんからの疑問にお答えしていきます。健康ライフ、今週のテーマは寒さを乗り切る冬の体調管理術。杏林大学医学部教授の長谷川博さんに寒暖差や乾燥などから起きる病気の対処や予防法について伺いました。長谷川さんには今朝スタジオにお越しいただいています。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。では早速伺っていきます。はい、東京都にお住まいの50代女性、三島由紀さんからの質問です。寒くなるとなんとなくやる気が出なくなり寝込んでしまいます。今回冬バテという病気があることを知り、まさしくその症状だと気がつきました。治療法や対処法はあるのでしょうか、それとも夏バテのように我慢するしかないのでしょうか、という質問です。長谷川さん、こちらいかがでしょうか。はい、やる気が出なくなり煮込んでしまうということで、さぞね、お辛いことと思います。はい、まあ、体が重かったりだるさを感じたり、まあ、寝ていても疲れが取れない、まあ、気分が晴れない、こうしたものをいわゆる冬バテと最近言うんですけれども、そういうまあ不調を訴える方はちょっと増えているようにも感じられます。で、まあ、冬バテも夏バテと同じで、まあ、室内と室外のまあ温度差ですね、寒暖差によって起きるまあ自律神経の乱れが原因と考えられています。で夏よりも冬の方が日中と夜間の気温差が大きくて、またいわゆる日照時間ですよね、どうしても明るい時間が減ってしまうために、まあ様々な不調につながりやすいと考えられています。でまあ、夏バテは、まあ、いわゆるこう脱水であるとか熱中症、皆さんが、ね、お感じになりやすいものがあるんですが、冬バテはなんかゆっくり進んできちゃうので、なんか気づかないでっていうことはあるのかもしれません。ただし、まあ、こういった不調は例えばいわゆる動物に、まあ、冬眠したりするのがいるように、まあ、越冬の準備をする上で、まあ、同じようにね、その環境に対応する営みと考えておりまして、まあ、これは実は自然界的には割と自然なことであるということもね、知っておかれるといいと思います。季節の移り変わりに対して自然なことということですが、まあ、対処としては我慢するしかないということでしょうか。いえ、実はこれは生活習慣を見直すことで、まあ、症状を解消したり軽減することは可能なんですね。で例えばなんですけれども、日照時間の減少を補うために、起きたらぜひカーテンを開けてください。で日の光をとにかく浴びるように。で、まあ、どうしてもね、まあ、暗い日もあるでしょうから、雨が降ったり雪が降ったりね、そういう時はぜひぜひその朝ちゃんと照明をつけてください、ね、明るい光を目に入れることで脳が刺激されて、まあ、気分を、ね、安定させるホルモンが分泌されるようになります。またその温度差、寒暖差ですよね、については、家の中の温度管理、あとは外に出る際に、まあ、調節の効く衣服、を着て、保温を心がけてください。まあ、できるだけその家の中に引きこもらないでくださいね。その、まあ、短時間の運用で必ず日中外出をしてください。であとは室内でも良いので、ぜひ体を動かしてください。まあ、体を温めて、ね、体調を整える、これがまあ非常に有効な方法と考えてください。はい、生活習慣を見直す、これが大事ということですね。
さあ続いての質問です。広島県の45歳男性マー君からです。冬になると毎年のように風邪をひいてしまいます。最近は新型コロナやインフルエンザなどの感染症もあるのですごく不安です。そこで咳や熱が出たら風邪かなと思っても新型コロナやインフルエンザを疑って病院で診察してもらった方がいいんでしょうか。まあ、受診のタイミングですね。はい、まあ、これもですね、高熱が続く、あとはその咳が続くなどの場合にはどうぞ迷わず受診してください。で、まあ、あの新型コロナインフルエンザともに今のところまだすごく大きな流行にはなっていませんので、まあ、医療逼迫も起きておりませんので、まあ、症状がある場合は受診する、これはいいことだと思ってます。で、あの重症化してしまったり肺炎になったりしてしまうと、まあ、ちょっと命にかかってしまうといけませんので、このあたりも知っておいてください。まあ、特にご高齢の方はご注意ということですね。はい、病院に行くとこう風邪をもらってしまうんじゃないかと心配になる方もいらっしゃるかと思うんですが、そこは、はい、あのこれまあ、現在は医療機関も徹底した感染対策をしておりますので、そちらの方はあまりご心配にならなくて結構だと思います。うん、ただ気になるようなら、まあ、最近あのドラッグストアにでもその例の新型コロナとインフルエンザ同時に調べるようなキットも売っておりますの で、 であれかなり今あの精度も上がってきておりますから、まあ、それをお試しになってもいいかなとも思います。うん、一般的なことですけど風邪の予防ってどうしたらいいんですか。はい、まあ、やはり、まあ、外出時なんかなんですけど、マスクをするとその口や鼻の保温ができて、まあ、ウイルスの、まあ、いわゆるこう、ね、侵入も防ぐ、ね、まあ、確率も 高まりますので、まあ、防御できる。あとはその外出後や外出先でもきちんと手洗いをしてくださいね。で、まあ、あのやっぱり体が疲れていると、まあ、風邪を含めた感染症非常にかかりやすいですので、栄養、休息、睡眠をきちんと取るように心がけてください。はい、続いて富山県にお住まいの高野俊文さん60歳の方から、冬の体調管理で一人暮らしの場合どんなに気をつけていても脳卒中や心筋梗塞の 病気になってしまったら病院や救急への連絡を自分でできないこともあるかと思います。これらに備えておく方法はありますか、という質問です。はい、まあ、これもご心配ですよね。で、まあ、一つ今皆さんあの携帯電話あのスマートフォンなんかお持ちなんですけれども、ぜひその短縮ダイヤルで、まあ、すぐ119番とか110番にかかるようなね設定をされておくとよろしいかと思います。まあ、ご家族でもいいんですけれどもね。で、あともう一つ大事なことはやはり地域の、まあ、力を使う、これ非常に大事なんですね。うん、で、まあ、そのまあ、あの例えば地域のコミュニティに積極的に入られることも結構ですし、あとはその、まあ、オフィシャルなものであるとその地域包括支援センターというのがありますので、そこにその、まあ、今言ったようなご心配な時にはどうしたらいいのかというご相談をすると、その地域地域でいろんな、ね、サポートシステムがありますので、ぜひそういったものもご利用になるとよろしいかと思います。はい、まず地域の地域包括支援センターですね。次が静岡県の58歳ハウスワイフさんからです。お風呂でのヒートショック気をつけなきゃと思いました。で、先日脱衣所の窓のカーテンを厚手のものに変えました。なんか暖かい感じがするということ、こうした工夫も大事ですよね。そして岩手県花巻市の若年寄り恵比寿さんからも、以前近くに住む80代の男性が浴室で倒れ亡くなったことがありました。当時一人暮らし、今くらいの寒い季節でした。この出来事で学んだことは、普段から会ったり連絡を取ったりしている家族以外の人を見つけることだなと感じました、ということです。一人暮らし、しかもヒートショックというのを心配されている方多いと思いますね。はい、まあ、これもまあ同じように、まあ、声かけっていうのは決してその場でかけなくてもいいです。お電話、例えばお風呂に入る前にご家族にちょっとお電話してみたりとか、うん、お友達にしておいたりって、これも非常にいいですよね。で、まあ、実は出た後にもう一回ね、あの大丈夫だったみたいな報告もそれもいいことだと私は思っておりますので、うん、まあ、こまめにねご連絡を取られたりするとよろしいと思います。はい、あのハウスワインさんのお便りには、ハウスワイフさん、ハウスワイフさんですね、のお便りにはあのこんな川柳もあの書いていただいていて、湯加減を何度も聞くな、わしゃ無事だ。湯加減を何度も聞くな、わしゃ無事だ。いいですね。ね、なかなかいいですよね。まあ、でもそうおっしゃってもやはりその声かけで、まあ、命が助かったケースもございますので、
まあ、ぜひ湯加減やご様子を、まあ、何度も聞いてあげてください。はい、大切ですね。それから宮城県にお住まいの山うたんさん70代の方、私は餅大好き人間です。家族がいれば119番に電話し適切な処置をアドバイスしてもらえると思いますが、餅が詰まった時ですね。しかし一人で食べていて詰まらせた時はどうすればいいでしょうかというご質問です。はい、まあ、これはまずね、どうしても喉に物が詰まると皆さん焦っちゃうんですね、慌てちゃいます、うん、はい、ですがまずそこで鼻で呼吸できるかどうか確認してください、はい、多くの場合喉には詰まってても鼻で呼吸ができていることがあるんですね、はい、そしたらまず一息鼻から呼吸をして、はい、でそしたら次に、まあ、例のごとくあの指に、ね、指を喉に突っ込んでやっぱりねちょっとまああの吐くね、準備をしておえってやることが大事で、もし可能であれば溝落ちのところ、まあ胃のところですよね、グッとして喉に指を突っ込むと、まあ、割と自分でも出てくることがありますので、はい、でも大事なことはもう一度最初に慌てないで一呼吸できるか、そこをね確認してください。はい、今朝は杏林大学医学部教授長谷川博さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。